あ、あるぞ125。4と5、124になったんですけど、その後ろ5なんで、ワンミスで、あー、ワンミスでって思ったけど、発底心ぐらいある。いやー、思いっきりこう避けたはずの124が当たってましたね。さあ始まりました、船剣王決定戦の第3回ということで、的中率1回2回と当てて 100%、 ただし回収率 5% ちょっとというね、天国と地獄やりすぎて地獄ばかり当たっている私でございますけれども、気合い入れたね第3回、こちらのメンバーでございます。そろそろ当てたい、当てたいというかね、当たってはいるんですけど、メンバーこちらでございます。1号艇から桑原選手、2号艇原田選手、3号艇鶴選手、4号艇中村選手、5号艇石橋選手、6号艇赤坂選手という布陣でございますけれども、これね全員長崎出身ということで、動きあるのかなんてね気になるんですけど、特に中村選手とかってファンタジスタなイメージ、どう動くかとか分かんないんですけど、まあ展示を見て皆さん対応できると思うんで、動きない想定で、考えます。枠なりで、予想してみようかなと思います。スタートいけるかどうかね、誰がいけるのかっていうところも、ちょっと原田選手が、平和島の SG で F 切ってとかいうね、そういう影響もあるのかっていうところも考えたんですけど、まあ節間通してスタートいってるんで、優勝戦も1-0付近、まあ1の前半ぐらいは出すんじゃないかなっていうところの想定ではあります。で、桑原選手が、準優で0-5スタートとかって決めたんで、優勝戦さすがに1の方が先に行くんじゃないかなっていうところで、2-1は買わないでおきました。その F の影響ない原田選手だったら2-1とかも買いたいなと思ったんですけど、本戦予想こちらになります。1-2の3-4、そして1-4、これは原田選手が例えば1-3とか1-4スタートになった時に、中村選手、今節ダッシュから0台で踏み込んでるレースもあったんで、1-4っていうね、2より4が出てってっていうところの展開予想です。で、5と6外側ですね、どっちがついていくかってなると、石橋選手よりも赤坂選手の方がスタートがいいんじゃないかなって。ダッシュの石橋選手はダッシュの時にちょっと遅れ気味かなって思ったんで、5より6を優先しました。その4点インから4点ですね。で、穴としては4頭かなと。桑原選手が少しでも遅れたら、踏み込んだ中村選手がそのまま行ってしまうパターン、っていうところを抑えてみたいなと思ったんですけど、こちら1レース1万円かけというルールがあるので、穴を、ね、やめて、インから絞っていきました。いろいろ考えたんですけど、こちらでございます。1-3100円、1-2400円、1-4-2900円、1-4-6100円と、そろそろあるんじゃないかな。そろそろね、前回これがね避けれてなかったんですよ。今回は避けて避けての142ね、ちゃんとたどり着けるように第3回目、もう今から1日後ぐらいですかね、ちょっと、見守りたいなと思います。3戦連続地獄が来ませんようにと。フラグじゃないですよ、フラグじゃないです。よろしくお願いします。